どうもゆみっちょです。最近釣り場に行くと浮きさびき釣りというのをやってる人をよく見かけます。興味はあるんですけれども、なんせやり方がわからない。なので今回は浮きさびき釣りの仕掛けの作り方練習してみたいと思います。はい、では開けていきましょうかね。とまずこれ重りです。重りが入っていますと、この透明のやつがロケットカゴってやつですね。あとこの浮きですね、浮きが入っています。とこのコマセカゴ、網みたいなタイプのやつが入ってます。あとこれ多分コマセを入れるスプーンです。ちょっと今回これは使わないです。こういう仕掛け、サビキ用の仕掛けが入ってます。はい、ここまで道具紹介したんですけれども、と今回ですね、この仕掛けは使いません。今目の前にモナカさんがいるんで非常に危ないです。だって針ついてますしね、これ。なんでちょっと特別にこの釣り糸の両端にこのサリカンみたいなのをつけたやつを用意しておきます。これは仕掛けの代わりと思ってください。はい、ではですね、この釣り竿をこれにこう糸を通した状態で仕掛けをつけていきたいと思います。とまずつけなきゃいけないのは浮きですね。浮き、これをつけます。でつけ方なんですけれども、この浮きのここのちっちゃい針金みたいな輪っかあるじゃないですか。これが乳輪というらしいです。でこの先っちょについてるのが浮き止めのゴムで、この赤い玉がしもり玉というんだそうです。じゃあこれでつけていきましょう。つけ方は簡単。この釣り竿の先っちょの糸、これ道糸というらしいんですけど、これを針金の輪っかに通します。よいしょ、これを通します。よいしょ、取ったかな、通りました。これをこうずーっと伸ばしていって、道糸この先っちょを伸ばす距離が棚を決める長さになるみたいですね。これの先にロケットカゴをつけるんで、じゃあちょっと長い感じにしておこう。よし、ここまでやったら今度はこのゴム、ここを押さえて、このお魚ですね、これを引っ張るとゆっくり引っ張りますね。引っ張っていくとこのゴムが道糸の方に入っていきます。こんな感じ。そしたらこのゴムを道糸のこの輪っかにならないように、ここの先っちょの部分まで移動していきます。よいしょ、なんか釣り竿が一緒に移動しちゃったけど、よし、ここまで来ましたね。そしたらここのこのお魚さんをこうスルスルスルーっと取っていきます。こうこんな感じです。で残ったのはこのゴム止めとしもり玉、あと浮きになります。これはこのままにしておいて、で次ロケットカゴをつけます。ロケットカゴなんですけれども、先が丸くなっている方と尖っている方があります。この道糸をつけるのがこの角が丸くなっている方です。これ両端にこのサリカンがついているので、このサリカンに道糸を結びつけます。こっち側ですね。結び方は私はあんまり気にしてないです。きっとね、いろいろ専門的な結び方の名前とかあるんでしょうけど、まあ知らなくても死なない、取れなきゃいいと思ってます。
で、ここまで来たらあとは簡単です。このまあ実際は仕掛けを使いますけれども、この、まあ、仕掛けに見立てた道糸みたいなやつ、ここのサリカンのスナップをよっこいしょと外しまして、でつけます。こうですね。あ、こっち開いてた。でこっち両方とも閉じます。まあ通常どっちかが閉じ、こっちが閉じてるはず。こんな風につながります。鎖みたいな感じで、最後にこの重りですね。重りをこの、まあ、仕掛けの重り側って書いてる方にこの重りをつけます。ここはもう最初から悪くなって取れないので、こっちサルカンを外してつけて閉じる。こんな感じです。これで完成となります。完成図はこんな感じになります。モナカさんが結構狙ってきていますけど、まあ実際の仕掛け使わなくて本当に良かった。浮きが水面に来ると逆さになって、細い方が上に来る感じになるかなと思っています。というわけで今回は浮きさびきの仕掛けのセットの仕方を練習してみました。では次の動画でお会いしましょう。バイバイ。